あ、いいっすか。慣れないんだよな、オンオフ。このダラダラした感じで、いや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 、あーやるかみたいな。また遅れるやん。よし、行くぞ。行くぞってその気合い入れてもいいんだけど、いつも。よし、行こう。行きます。はい、お願いします。はい。お願いします。考えてないんだよな、もう。真っ白。うん、どうも、ウェルトンです。いやまさかね3回目ですよ皆さん。実はね俺もね3回目、あ俺もこれからあ永遠と続くんだっていう風にね俺思ってたんですけど、実はね2回目のまあすごくねゲップしたりとかいろいろねそのトイレだとかまあその中まあまたこんな話はしないよ、汚い話はしないんだけど、すごくこう汚いこう汚物のような感じの話ばっかりをしてたらね、こうあのお偉いさんの人からね、お前ちょっと汚すぎじゃねえかみたいな、お前それじゃあ来年息してねえぞみたいな感じ言われて、これまずい、俺の息の根を止められると思って、俺はもうちょっとね、あの今日から紳士好青年アピールをしていこうと思います。もうなんかね、ご応募はこちらですみたいな感じで、もう下に指さしてこうやってちょっとやって やるぐらいの好青年さをね出していこうかなぐらいのもう気持ちですね今。もうすごく心がクリーンでございます。まあ結構ねこの前トークっていうのでこう前半まあいろいろあったことを話せって言われるんですけど、なんとですね1ヶ月間部屋出てないです。すごいでしょう。いやこれでもプロゲーマー仕様なんですよ、これ仕方ないんです、これプロゲーマー仕様で、これなんでかっていうとね、まあ僕って YouTube でもまあ動画投稿とかしたりして、まああとゲームの練習をしなきゃいけない、でそっから遊ぶ時間で、遊ぶ時間って俺のプロゲーマーの趣味ってゲームなんですよ結局。だから午前中動画撮ってゲームの練習をして、まあ、夜まで続くんですよ、それが夜まで続きます。おーし、じゃあここから俺の休み時間だ、ゲームしようってやって、そこからなんと太陽出るギリギリのところまで遊ぶんですよ。でもそしたらそれを毎回繰り返したら気づいたら、あら俺最近太陽見てないみたいな感じになるんですよ。そうなんですよ、そういう流れが生み出してしまって、休み時間を削るってなるとその休み時間が睡眠時間になってしまうんで、結構ねこう世界とは世界が忘れたりね、こう人類ってどういうものだっけっていうのがねちょっと遠のいていくんですよね。まあでも頑張ってね録画したりとかため撮りとかすれば、あの外に出る時間もあるし、あの人によってはね、あの普通にそんなバリバリやってないんですけど、俺はねこうやっぱブルーライトを浴びるのがちょっと好きみたいで、ちょっとねこうバキバキディスプレイのブルーライト浴びて、やばい太陽の光よりブルーライト気持ちいいみたいな感じでずっと一生ね、あの家にまあこもってはないですけど、まあ家でちょっとこう競技をしています。別にあのフリーズ将棋じゃないですね。はい、まあということでね、まあそろそろあの前トークお前いつも長すぎだしダラダラ喋んなよっていう風にまあ言われそうなんでね、まあこっから話していきたいと思います。あーということで、メルトンの膝で呼吸するラジオ、あこんばんは、プロゲーマーのメルトンです。こんばんは、アシスタントでプロゲーマー兼ゼネラルマネージャーのアメリです。毎月第4土曜日のこの時間にお送りしていますが、番組の存在を忘れてませんか？なんでそんな棒読みなの？どうしたの？いやなんかね、あれ台本やっぱあるとシリーみたいになっちゃう。シリー？シリー。なんか AI 人工無能みたいな。無能？あ、無能。人工無能みたいになる。なんかこう片言になっちゃいますね。そうです。文字って難しくないですか？ちなみに俺あれなんですよ、こう音読苦手で。あ、分かる、分かります。分かる分かる。なんか文章を口に出して読むと一文字も入ってこないんですよ。で 0.1 秒前に言った最後の文字は何ですかって聞かれても多分答えられないです。それぐらい音読苦手なんですよ。だから小学校の国語の授業とか地獄でしたね。はい、まあ、そんな感じです。まあね、それではこの後3時までお付き合いください。飛ばした気がする、なんか台本通りにいけないね俺ね、いつもごめんなさい、ちょっとアメリさんのセリフをね飛ばしてしまった。繰り返しましょう、行きましょう。じゃあメルトンさん、この1ヶ月間、はい、ゲーム以外に何をしてましたか？
だから嫌がらせ嫌がらせですか。いくらね我らのチームのリーダーでボスであろうが、これはね嫌味と捉えてもよろしいんではないでしょうか。だからね、まあでも先ほど言った通りブルーライトしか見ていません、はい、じゃあ行きましょうか。最近どうですかアメリさん。最近ねちょっと私肩肺潰れまして。あ、聞きました。ペッサンコになっちゃってですよね、まあ、いわゆる肺気胸ってやつなんですけど。え、そういう時ってすぐに気づくんですか。いやなんか全然気づかなくって、はい、なんかすっごい肩こりが左半分だけあるみたいになってて、うわなんか痛い痛い痛いと思ってたらなんか息できなくなっちゃって、なんか息苦しいと思ってなんかまあ気のせいかなと思って病院行ったら、はい、なんか肩ハイペシャンコですわって言われて、うわマジか。でもなんかそれ細い人がなりがちなんですよね。そうなんか普通は背の高い細い男の人がなりやすいらしいんで、もうそれはもうメルトン気をつけてもらったら。いや俺結構どこが何が俺結構こう何が強そうな感じですよ。どこがストレングス強めですよ。ストレングスすごいパワーって感じ、力イズパワーありますよ。5位。5位ですね。5位。まあでも、はい、そんな俺は大丈夫っす。あ、もう気をつけてもらって膨らませます自分で、もしそれだ。はい、余裕ですね。そうですね、俺には敵なしです。はい、何ですか何ですか、なんか急に。さあ行きましょう、次どんどん行きましょうね。はい、はい、メルトンの膝で呼吸するラジオ、はい、この番組は NGM ナショナルゲームマネージメント、最高純度の品質を追求し続ける YOA ブランド49's 父の背中元気さんの提供でお送りします。